お疲れ様です。1月12日、金曜日朝6時の相場解説になります。まずはデイリーを見ているとこですけども、これ上昇トレンドに変わったというふうにね、申し上げておりますけども、まあ変わったんでしょうね。上昇トレンドは継続でよろしいかと思います。今後も円安の方向をね、これ向かうと思います。145円、146円、147円の方向のことです。上昇トレンドに向かうんで、 えー、倍の方で主には取っていくことになるかなと思いますね。で、現在、形成中の、このロウソク足は、陰線ですけども、上ゲも下ゲも出してますんで、もしかしたらこれ、要線に変わって終わるかもしれないですね。はい、じゃあ4時間の方見ていきます。4時間も上昇ズレンド中で、帰りが終わって、 今、移動平均線に接触したんで、これから上の方にバツーンと行く可能性が高まってきましたね。えただ、もう一つ気をつけないといけないのは、このヒゲ先に捉えられているところですね。このまんま下の方に潜る可能性もありますので、そこは4時間軸を見極めていかないといけないところですね。しかし私は4時間で、私たちは4時間で勝負してるわけでもなくて、1時間でやってますから、一番シビアに言うのが1時間軸ということになります。えー、現在、 このヒゲ先ゾーンに捉えられているんで、ちょっとまたね3択が生まれるところです。横に行くのか上に戻っていくのかそして下落トレンドに陥ってしまうのかその場合でもこのヒゲ先がありますからあの下落を一時的にしてもね上昇して戻ってくるってことは大いにありえますね。で移動平均線を渡りきって今ねどちらかというと下落の方向に行く、うん、形にはなってるんですよ。 ただ、先ほど申し上げましたように、このヒゲ先ですね、ここに今、滞留してますんで、もしかしたら、ここからの反発があって、上の方に戻るかもしれないよね、ところありますね。いずれにしても、今週一番の難所になってますから、今日自信のない方はもうね、エントリーを考えずに、デモトレードでやっていただければいいと思います。で、今の時点でどうしようかな、っていうふうな、エントリーの 準備はまだできないかなってところですね。だから今エントリーするとしたらリスクを承知で,ですね。あまあ、いわゆる半分くらい山を張るような状態になります。私は上昇トレンドの方に行くというふうに全体的に見て思うんですけどね。うん、いや、これも一か八かの話になってきますけど。まあでも、不確定要素が多い中でも時には決断しなければなりませんのでね。えー、ただ、まだね、コンスタントに勝ち越せてない方はこういう時にやっちゃダメですよ。もうあくまでも、あの、 勝ち越しが当たり前になった人はこういう時に挑戦して力をつけていくってことですからね。そういう場合にはリスクを大いに取っていけばいいと思います。はい。じゃあ、今日の放送は以上です。FX オ折り合いの皆様は今度は、そうですね、9時なり12時なりに追加放送します。よろしくお願いします。